中国が世界の食料の買い集めを加速し、物価を高騰させ、より多くの国を飢餓に陥れています。中国東北部の遼寧省、大連市の中心部から湾を隔てた対岸の港に巨大なサイロがずらりと立ち並びます。その数およそ310基です。国有企業の食料大手、中量集団が持つ食料貯蔵庫です。大きいものは直径32メートル。 高さ約4 6ル厚さ約4 0ンチのコンクリートに覆われています。サイロ群の総容量は200万トンで世界最大級です。中国内外から仕入れた大豆などをここで保管し、鉄道や船で全国各地に出荷しています。中国国家食糧・物資備蓄局・食料備蓄司佐の新玉雲市長は11月。 中国が歴史的な高水準の穀物在庫を維持しており、我々の小麦在庫は1年半分の需要を満たせると明らかにしました。アメリカ農務省のデータによると、2022年上半期までに中国はアメリカの60%、小麦の51%を含む世界の穀物備蓄量の69%を保有すると予想されています。中国税関総書のデータによると、 2020年の中国の食品輸入額は981億ドル約11.2兆円に達し10年前の4.6倍になり2021年1月から9月までの食品輸入額は2016年以降で最も多くなっているといいます統計によると過去5年間中国は米国ブラジルその他の供給国から大規模に購入し大豆トウモロコシ 小麦の輸入量は2から12倍に急増し、牛肉、豚肉、乳製品、果物の輸入量も2から5倍に増加しました。中国国内の生産が需要に追いつかないため、より多くの食料とその他の食品を輸入しており、世界の食料価格の高騰を直接引き起こしているといいます。国際連合・食料農業機関によると、 今年11月の食料価格指数は、前年同月比で約30%上昇しました。